はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスやっていきたいと思います。今回は MS イグルーの、ステージ3、軌道上に幻影は走る、こちらをやっていきます。まあ、正面にいるズダのお話ですね。まあ、早速ステージの方へ行きましょう。宇宙世紀0071、ジオン公国は来るべく地球連邦政府との全面戦争に対し新たな兵器を欲していた頃、トレノフ・ Y ・ミノフスキー博士によってミノフスキー粒子の有用性が実証される。ミノフスキー粒子、極めて強力な帯電性質を有した粒子であり、この粒子を領域内に散布することで電波や赤外線、また放射能などの拡散吸収を行うことができる。さらには領域内での散布量が絶対値を超えると誘導兵器やレーダー系が使用不可能とする影響を与えることもできた。この技術に着目したジオン公国はミノフスキー粒子散布下における新機軸の兵器開発に着手。それがモビルスーツであった。モビルスーツの開発は窮地となり、そのためジオン軍上層部はジオニック社やツイマット社などの民間企業をメーカー競合させるという開発体制を取る。激しい機動兵器の選出トライアルの結果、ジオニック社の YMS-05 ザク1が正式採用化され、それを機にジオン独立戦争に向けての各企業のモビルスーツ開発競争は次第に本格化していくこととなる。そしてその陰には表舞台に立つことのないまま闇に葬られていった兵器もまた数多く存在していた。おめでとう、地球連邦軍の諸君。我が総帥府はついに連邦軍もモビルスーツ開発に成功したとの情報を得た。だが喜びに湧く諸君らに我々は悲しむべき事実を突きつけねばならない。兵器局発表。我々は主力モビルスーツザクをはるかに凌駕する新型機の開発に成功した。 EMS-10 ズダである。我がジオンの技術力を結集したこのズダの前に連邦軍モビルスーツは屍を晒す運命なのだ。以上のように EMS-10 の試験は極めて順調です。しかし本部長、これほどこのモビルスーツが宣伝されるとは思いもよりませんでした。プロパガンダであるな。せざるを得んのだ。は？今や地球での戦局は悪化の一途をたどっている。情報によれば連邦軍はオデッサへの大反攻作戦を企図しておるようだ。そんな、万が一この戦いに我が軍が敗れるようなことがあればジオンは地球における最大の拠点を失い、そして二度と失地回復は。そのためにも我々はEMS-10 ズダを一刻も早く戦線に送り出さねばなりません。だがズダはかつて EMS-04 と呼ばれていた頃、試験飛行中に空中分解事故を起こしている。結果ザクワンとの正式化競争に敗れた。しかしその後の改良によって機動性を保持したまま耐久性の確保に成功しております。現在ズダは EMS-10 と呼ばれるように全く別の機体といっても過言ではありません。我々の本分はプロパガンダではないと。本分？機関は本分のみで責務が全うできると考えるのか。注意、手土産にこれも見ていきたまえ。これは？これは我がジオン兵士が
決死の覚悟によりサイドセブンに侵入し撮影した連邦軍 V 作戦である。これが連邦軍のモビルスーツ。いや、俺もズダ使ってるんだけどね。0079年11月9日。怪しい。こんな笑いしてたっけ？今度は少佐か。結構お偉いさんが来ますね。左官クラスって結構偉いよね。これが量産された暁には。しかしビグザムが量産された暁にはズダなどいらん。あれ、ズダって何機か配備されてるんだっけ？なんか最終的にはこいつが乗ったような気がするんだけど。軌道上に幻影は走る。てか普通に、そうか、宇宙ステージになったな。結構陸戦系を作っちゃってるからな。ああ、ズダ、3機いるね。やはり指揮官機には角がついているのか。これ一般兵だな。急停車みたいな感じ。第二評価試験。え、ビーム撃つんだ普通に。勝手な行動を取るんじゃない。何が起こった？暴走警告。光となったか。これは一体どういうことですか？伺いたいことがあります。
宇宙で空中分解されたらさ、もう完全に終わるよね。まあそりゃさ、空で空中分解してもさ、終わりだろうけどさ。まあ確かにオリバー・マイもね、順調ですって言ってたからね。名前だよ、名前が違うんだよ。数万も宇宙に上がってるんだ。テンダ右3点最大戦速って言わせてもさ、何をするんだかさっぱり分かんない。だってこういうシナリオライターもさ、軍の用語とかについていろいろ調べるんだろうね。地球軌道上ジオン軍艦隊集結ポイント、なぜ漏れたのだって何？足の引っ張り合いですからね。いやでも使ってる限りズダの方が強いけどね。防御力はね、確かにズダの方が低いですけど。あるね、避難カプセル的なものが。ああやられた。こういうのって倒しちゃっていいものなの？なんかちょっと非人道的な感じがするけど。ボールにやられるからね。こんなところで、こんな奴らに。このねザクはね、地上用のザクなんですよ。だから宇宙ではね全然動けないんですね。
臨界点を突破しなければ大丈夫だ。ズダでも。まあ俺結構ね長くにあたって使ってきたからね、ズダ大丈夫大丈夫。まあ、まずはちょっと編成ですね。地上用のユニットがやたらいっぱいいるな。こいつも地上用にしちゃったからな。これも地上用でしょ、これも地上用だよね。ザックスナイパー、あ違った、宇宙大丈夫だ。よかったか、ドムなんて絶対地上用でしょ、リックドムじゃないんだから。ダメで、ゴックもダメでしょ。そうするといけるのか、いけるの、このボールがいけるな。セイバーフィッシュもいけるね。ガンダム6号機を投入するか、あ陸戦型ガンダム外さないと。6号機入れて、ちょっと申し訳ないけどエリス・クロードちゃんはボールに乗ってもらおう。ボールにはボールで対抗する。でセイバーフィッシュ入れよう。そうするとまあスナイパーはこいつに任せた方がいいかな。また33になるか。で1個そういえばシャクルズがあるから1人陸戦出せんな。配置しよう。じゃあ陸戦ガンダムだな。よし、これでいいかな。行くぜ。3ターンの間 HLV を死守、3ターンの間 HLV を全て死守できるか。まあ一機も落とされないようにすると、まず HLV の場所を調べましょう。ここでしょ、ここでしょ、ここ奥の方にねあったりするんだよね。ないか今回は。この3つか。このボール群から守れってことだな。一番右上が厄介だね。またマスターユニットを先行させるか。そうすると、まあ、うまくステップを使いながら7500。命中率が若干低かったな。でこのままチャンスステップを生かしつつ、右側の方に行くか。フェザーファンデル届く、メガミムキャノンが届くね。 80% よし。さすがは、さすがはミカミックスだ。ボールなどものともしない。あ回避されるから 67% まで下がるのか。ボールごときにやらせませんよ。じゃあちょっと隙にこっちの舞台を出しておくか。セイバーフィッシュとかね。セイバーフィッシュとボールだったらどっちやってるの。セイバーフィッシュでもさ飛行機だから機動性はありそうだよね。ボールってだって作業用でしょ。あんまりな孤立させたくないからな。これみんな腰痛兵務所属とかマスターユニット的なものはいないね。みんな腰痛兵務所属だ。1万5000のヒットポイント。お回避ってどうやって回避すんの。すごくない？覚悟なさい。え、どっから狙ってきた今。めちゃくちゃ範囲広くないか。レザーファンネルの方がな多分命中率は高そうな気がするんだけど。そうだよね、ちょっとだけ高いか。まあ、ちょっとだけだったらメガビームキャノンでいくか。さすがにボール、射程が長いな。こんなところから狙ってくるか。7だもんね射程。
ボールを倒すとユニットレベルアップ。ハイテンションだよ俺は。3600、結構食らうね。ヒットポイント回復するのかな、一ターンにつき。これはやはりスピードが求められるな。まずは戦艦を移動させてグループ攻撃で、これは1体倒そう。もう集中砲火、道場戦、セイバーフィッシュで行こう。ミサイルランチャーだな。これはやっぱりガンダムの力が必要でしょう。よし。で、一回も下げよう。こいつ何もしてないけど下げよう。で、スパイユニットは一旦ここでいいかな。ズダ一番機、これ俺の持ってるズダと違うの？詳細表示、あ、ここからは開発経路、あ、見れるよね。ん、普通のズダと同じっぽいけどな。まあいいや、マスターユニットでちょっとガンガン攻めよう。まあ、所詮はボール相手だな。やっぱりね、エネルギー不足がね問題になるんだよね、こうやってくると。あのボール3機は、まあ、ちょっと所詮入らずに行くか。右上もいるんだね。来た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 。たかなかボールに、うお、さすが的が小さいだけあって。ボールにミサイルを当てるってさ、相当難しくない？あれ、これ誰、このボール何形がちょっと違うんだけど。シャークマウス仕様、180ミリ低反動砲、6から9ってとんでもねえ射程だな。対空なんちゃらいけっかな。よし、 OK。 じゃあここは、こっちのガンダムに任せるか。ビームサーベルじゃ倒せないかな。全然倒せねえわ。で、このボールは、ああ、フィフティーンキャリバー名前はかっこいいな、フィフティーンキャリバーって。なんかミサイルのマークだけ回避されたし。陸戦ガンダムちょっと出さないといけないかな。多分ね、これ使えばね、いけるはずなんですよ。その、陸戦用でも。これ乗せて、攻撃できるっしょ。180ミリキャノン。宇宙で180ミリキャノンってどうやって使うの？死ぬほど痛いぞ！滅殺！ボールにしてやられた。このボール回避率高えな。エースパイロットが乗っているか。しかしこっちだってスナイパーだ。仕方ないわね、痛くしないから。強そうだよなこれ。なにやるな、なんてやつだ。じゃあ、これは右側、いや、シャークなんちゃらを先に倒すか。超一撃で、超一撃でも7900当たればいいんでしょ。あ、楽勝楽勝。で、こいつのビームサーベルで殴って。で、こいつをぶっ倒すが、とりあえず片付いたと。右の方がね、3匹いるけど。
とりあえずこのターン、あ、どうしようかな、もう一部隊出そうかな。ガンダムでこいつ倒して、いやマジ強えわ、このボールなんだどういうこと、よしこれでザックがレベル4、であのザクとセイバーフィッシュこのコラボで、あれコラボできなくね、指揮範囲から離れてんのか。じゃあこれでいくしかないか。ザクバズーカでいこう。いやーボールどういうことだマジで、回避率が半端ないな、ギリギリ倒せねえし、キャリーベース狙いか、いい度胸だ。あ、ズダ動かすの忘れた、うー狙ってくる、しかしおお怖い怖い怖い、とりあえずしのいだぞ。ウデン避難、ダメージコントロール班なんているんだ、ダメージ受けた時しか仕事がないのかな。サラミスセイバーフィッシュ、サラミスセイバーフィッシュ、モビルスーツ部隊ではないな。うわ来たジム、首と足があります、量産型モビルスーツジムだ。なんだあいつらザクじゃないのか。あ知ってるぞ、放送で世界に恥をさらしたポンコツだ。あ、いなくなった、もしやあいつ一人で戦うとか。え、ついていくの。おお、これは初期型ジムか、12000、結構強いね。これってさ、まだ破壊されちゃダメなの。一旦じゃあ収容して、届かねえぞ右側に。マスターユニットを送り込まないといけないから右側は、いやっていうかさ、下にも行かないといけないよね、セイバーフィッシュがいっぱい出てきたから。てかあれセイバーフィッシュだった、飛行機だからセイバーフィッシュにしちゃったけどセイバーフィッシュだね。四つのヘームがここにいて、あの右のボールが邪魔だな、ちょっと前に出すぎたか。下に行ってここら辺かな。早急にこのジムをまず始末したいけど、ちょっと待って、捕獲をしないといけないんだ、捕獲を、それもめんどくせえな。こいつらで捕獲できたっけ、なんか忘れちゃったけど、とりあえず1点だけ行こう。先にこっちのボールを相手にするか。で下に加工してきているときにあの初期型ジムを叩こう。やばいやばいやばい、意外にやばい、同胞を見捨てるわけにはいかん。もう一段くらい大丈夫だよね。6000いくつか。でここでビームサーベル打っていけば、まあ、1人ずつぶっ倒せるんで。で最後はちょっと遠距離から攻撃して倒そう。
なるべく進めるように。まあ、ファンネルも使うことを視野に入れて、ここまでいったら攻撃できる。あ、できるね。え、何か攻撃できる。フェザーファンネルか。よーし、15000。まあ、ボールだからさ、15000当たったけどさ、こいつにも15000当たるかって言われたらちょっとわかんないよね。で、こいつをちょっとおとりにしよう。盾になれ、ヒデト。セイバーフィッシュが来てるね。こっちのガンダム部隊を加減するか。ボールはこいつは近距離のボールだからな。あとこいつは出れねえわ。あれを出さなければ。めっかくて、これに乗っかれば宇宙で活動できるっていうのもすげえシステムだよな。画期的だよ本当に。毒攻撃の部隊はちょっと温存しておくか。 HLV やばいやばいやばい。ボールが狙われた。これはガンダムの方だから命中率重視だよね。反撃不能かわすね。いやー、まずいまずいまずい。一番右側がきついな。この戦艦がどう動いてんだ。初期型ジム、ちょっと攻撃をしよう。 90% か。くそ、俺だってやってやる。3100か。で、これちょっとファンネルを使おう。フェザーファンネル、ちょ支援してもらおうと。あ、幼稚園ヘルも支援できるな。お願いします。ちょっと俺以外にも狙う相手はいっぱいいるだろう。当たってくれ。号令、戦闘態勢。各砲座撃ち方用意。操縦系統に問題はない。これなら生きるために俺は戦う。オーバーキル。スーパークリティカルがめちゃくちゃ強いな。よし、初期型ジム回収できる。これ、あ、回収できるよね。いやー、よかったよかった。で、あとは下の方に援護しに行こう。お、これ攻撃できるんじゃん。ビームライフルなんだからフェザーパネル行こう。ミカミックス様のお通りだ。道を開けろ。こいつらはやらせはしない。16つかのか。端から倒していこう。戦闘機ごときでこの俺に立ち向かおうなど。あとはどうしようかな。この戦艦をグループ攻撃しよう。で、フィックスロックで行きますか。よし、2500か。一機は倒したな。で、なんかどれもレベル上げたいよね。まずボールだな。ボールなんてなかなか出番がないからね、この辺。
フィフティーンキャリバー、4800の4800、こいつのヒットポイント4800、ちょうど4800だ。フィフティーンキャリバーの敵ではない。あれ4400になってる。ヒット数が違うからか。じゃあここは陸戦に任せよう。で、戦いの果て、なんかクエスト達成したな。ビームスナイパーライフル、そうか、ヒット数のあるものはダメージにムラがあるってことだよな。攻撃力は一丁前だな。でスナイパーライフルで狙って支援をかければまあ倒せるでしょう。そしてガンダムのレベルも上がったと。サラミスが来てるからな。帰れるものならば帰りたい。補給を受けに帰れない。でもこれ持ってるとめちゃくちゃ移動力上がるね。よしよしよし、ビームライフルが一発撃てんな。これはダメージを食らったから倒したとは言ってもテンションは下がるよね。あーやばいやばいやばい、あと2回食らったらやばい。ボール逃げろ。うわーやられるボールがまただ。こいつはもう攻撃できないから。ボール出てきた。もしやこれやばくないか。まさかボールが中から出てくるとは。もうこっちのボールじゃ歯が立たないから、回答進軍、攻撃して、艦砲射撃だな。艦砲射撃じゃ倒せないのか。ちょっと攻撃力弱い。ガンダム6号機に任せよう。いやこの避難民マジまずいわ。これ5900、3300しかない。こっちセイバーフィッシュでミサイルランチャーで支援をかけてビームライフルと回避されたか。マジか、それはきついな。どっちかが回避されるとな。倒せないからな。ボールとかさマジ回避率高すぎなんだけど。スーパーフィッシュ一応もうハイテンション使っちゃおう。でこいつはビームサーブ全部倒すと。でボールがね出てくるんだよね。ボールが出てくるからもうここでサラミスを相手にしよう。ピンポイント爆撃ができないから。エネルギー不足だな。よし、あいつはもう任せよう。で左のサラミスはここから下に部隊を出せば大丈夫でしょう。だからこのボールなんだよね問題は。こいつとザクで倒せないな。回避されたもんな。くそーマジ厄介だ。よし、とりあえず出しておこう。で一応この2人が出れるっちゃ出れるんだよね。よし、ガンダム出しておこう。
攻撃して特に問題がなさそうだったら 42% か。まあいいや、うん、でこいつはちょっと即座には動けないから、あ、キャンセルしちゃって、ここに登場させて OK。 これでどうだ。やばいやばい、やられる。3391、うおー、やられた。申し訳ない、守ってやることができなかった。これはこれでいいでしょう。おお、攻撃力はあるな。こっちを狙ってくるか。これもちょっとやばいな。エネルギーが全然ねえわ。射程が長すぎるんだよなこいつら。あんなとこから狙ってきてるもんね。痛い。こっちとらね、モビルスーツの性能が よろしくないんだよ。サラミス、これそうだな、もうしょうがない、フェザーファンネルで一気に勝負をかけよう。さらばだ。あれ、うちボールいたっけ、あの黄色いボールじゃなくて普通のボール。くそー、なんてことだ。あのボールを回収しに行きたいな。エネルギーが7しかないからそもそも何もできねえんだな。スキルある？ヒットポイント 50% でしょ、ヒットポイント 30% でしょ、ハイスピード、セルフリカバー、ロックオンで元に戻ったと。スキルこっちにいたんだっけ、リターン、ああ指定した味方ユニット機関ってすごいね。スウェーエネルギーチャージ、これか、経験値ブーストもいいね。この中にいなきゃダメなんじゃん。なるほどね、そういうことか、そういうことも考えていかないといけないんだね。じゃあとりあえず中に行って、でこのボールちゃんは排除しよう。ボールにはボールを、フィフティーンキャリバー、はいかないの。そうだ、こっちのボールの方が、あれ、フィフティキャリバーってそれ。なんか手にくっついてるやつかと思った、キャリバーっていうからさ。ユニットレベルアップ、機動力上げてこう、テンションアップしたよ。いや、この3体倒そう。2人で倒してるから2体倒せば1体分っていう感じだよね多分。で、こいつを攻撃してガンダムに支援をさせると。もう、おお、かわされた。これがボールゆえだ。ザクスナイパータイプを出そう。マジでさ、このボールの回復率がさ異常なんだけど、結局さボールで全て倒して余ったやつらでこのサラミスを倒すっていう作戦が、陸戦軍団の機動力あるね。で回収しに行きたいかな、ここら辺で反砲射撃撃つか。捕獲しよう。ボールなんてさ1個あれば十分だよね。こいつ全部出てんのか。このサラミス倒しておきたいな。
セイバーフィッシュで、ピンポイント爆撃がどこから狙えないから、ここか。で、一応前期、ピンポイントで、狙えるから、ザクバズカで行こう。ほら、8000。こいつは7000。これ決まったな。よーし。レベルアップ、セイバーフィッシュ。機動力だけは一丁前だな。ってことは攻撃力は上げてこう。こいつはで、クエストを達成しました。黒い三連星なんだ。なんで黒い三連星なんだ。三人で攻撃したからってこと。ピンポイントが狙えるね。ガンダムはもうこれは強い方でいこう。ハイパーバズーカ1万3000か。なんか両方当てれば倒せそうだけどね。頭はきっちり押さえる。ごめんね、強くってさ。うおー、逃げるな、戦え。もらった、直撃コースだ。おい、1ヒットしかしてない。対空紹介怠るんじゃねえぞ。この汚名は挽回してみせる。あれ、ちょっとヒットポイントやばくね。外したんだな、こっち。ほらね、やばいやばいやばい。最後はガンダムに任せるか。ハイパーバズーカ89、イムライフでいいかな。さらばだ。いやー、一つ落としてしまったな。救えなかった、命が出てしまった。ムキになりすぎだ。そんなんなるまで追いかけるか。だって機体が爆発するほどでしょ。いや、もう諦めようって。ならないのかね。いや、お前も頑張ったよ、ジムでさ。ここまで。注意、そしてヨーツンヘイム、聞こえるか。モビルスーツズダはもはやゴーストファイターではない。この重大な戦局で確かに戦っている。この独立戦争に厳然と存在しているのだよ。この歴史の真実は何人たりとも消せない。宇宙世紀0079、11月10日、ジオン公国総帥府は
オデッサ鉱山地帯の放棄を発表した。ゴーストファイター、それはいつの世にも存在し、人知れず消えてゆくもの。宇宙世紀00791月12日、僕はこの度技術注意として報告の術を知らない、図らずも遭遇してしまったこの幻をどう評価すべきなのかを。今お金いくらだ。8万7000円か。お、いっぱい手に入れた。モニク、ヒデト、あ、剣ビーダーシュタットもいるじゃん。で、黒い三連星。こいつはさっきのやつか。こいつらを雇ってる暇はないからね。とりあえずボールだな。あ、そうか、ジムも1体いればいいよね。これ解体しよう、金に変えよう。6000円、ボールは5050円。おまけで50円ついてきてんな。で、8レベルになってるな。あー、ハロだよね、やっぱり。攻撃力とかなんかめちゃくちゃ下がるんだけど。まあハロからね、多分またサイコハロとかそういうのもできそうな気がするんだけど、とりあえず作れるからハロにしますか。8万6000円とかむちゃくちゃ高えな。でレベル20か。攻撃力、防御力、機動力とかすんげえ高えんだけど、倍くらいになるんだけど。まあ、ちょっと当分の間はハロで頑張るか。で、ガンダム。ああ、Gラインのスタンダードアーマーがある。これちょっと作りたいな。ガンダムよりは弱くなるけど。作っておこう、これ。で、このボールは ?2 レベルだからな、まだ。シャークマウス仕様がある。これね、初期型ジムはさっき手に入れたからね。これめちゃくちゃあれだっけ。射程の長いやつだ。どうなのこれ、なんだっけ、オッコとかなんかそんなやつかな。陸戦に関しては陸戦ジムがいいんでしょ。 EG8 を作りたいね。 EG8 せっかくだから。でザクスナイパーに関しては、あ、4レベルまで上げるか。ザクワンがなんでニューなの。あー、で6号機か。6号機どうしようかな。4号機あたりに変えるメガビームランチャーが使いやすそうだしね。あ、地上 C なんだ、4号機って。そうだよな、地上で戦ってる姿見たことないしね。7号機は強いよね、やっぱり。専用ビームライフル。まあ、せっかくだから7号機あたりを作っとくか。セイバーフィッシュは、あ、そうか、これがいたか。流歩星っぽいやつ。まあ、流歩星なんだろうけどさ。じゃあちょっとザクを見よう。これはザク 2F2型、もはや分からん。高機動型ザク。宇宙船の機体も1個作っておくか。なんかやたら陸戦用が多くなっちゃったからね。で、あとは戦艦なんだよね。戦艦どうしようかな。地上用と宇宙用で1機ずつ作っておくか。地上用だと、ガウがチーム2つ入るね。チーム1つでいいかな。ギャロップ。移動力6。戦艦だからなるべくな、移動力は高い方がいいんだけど、ギャロップとミニトレーって何が違うのこれ。
何にも違くないんだけど、でサラミスは宇宙でしょ、どう考えても。ギャロップはジオンのやつか、でミニトレイが連邦のやつか、でサラミスが連邦、ムサイがジオン、そんな感じだなきっと。でパプアは2機入るのか、チームが。で移動力も6あるからね、攻撃用ではないから。あーそうするとミデアか、6万と7万だっけ。でマゼランは、マゼランは多分普通に戦闘用なんだろうな。ミデアとかパプヤは輸送用だよね、どう考えても。でガウも攻撃空母だから、こいつに至っては多分ねマップ兵器があるんだよね爆撃マップ兵器じゃねえしどうしようかな。まあ、ちょっと次のマップを見て考えますか。ガンダム試作0号機って何、生産リスト40体以上と。試作0号機を買いたいなむしろジャブロー上空に海原を見た。次これか。あこれもやるんだね、ゼーゴックだっけ。ゼーゴックは多分地上か空中の戦いになりそうだからな。まあもう少し MS イーグルは続けていきましょう。要は戦場が宇宙に移るまでは、地上の物語を進めていきたいと思いますので、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。